けど。もう温泉もある。ほら。駐車場あっちとかで。出口は右側。到着しました。スズラン昆虫館ってのはこのどこに払うの？ペンションにって書いてある。ああ、ペンションにお金払うんだね。オッケー。おお、イノシシ、イノシシだね。イノシシだよね、顔がある。ああ、本当だ。すごいね。イノシシの顔してる。元気だな。懐っこいな、これ。どうぞ。おお、これもなんかね、鹿かなんかのあれだね。すごいね。はい。元気だよ、お前。元気だね。ああ、綺麗なとこだな。はい、こちらが駐車場になります、はい、おはようございます。今ままな夫婦です。今日ははい、牛奥のガンガハラすり山に登ります。はい、言えました。はい、言えました。9時ちょうどのスタートです。それでは行ってきます。はい、ここに停めました。すずらん昆虫館前です。すずらんさんの駐車場、はい、1日500円です。はい、はい、行きましょう。ちょっとここ入り口ね、うん、はい、はい、登山道の入り口はこちらになります。はい、はい、牛奥のガンガハラすり山、投げ山だね、はいはい、で今日もらった地図がここにあります。はい、はい、今ペンションすずらん、ね、はい、1日500円、はい、で今日はまっすぐ牛奥のガンガハラすり山から、うん、小金沢山まで行ってピストンの予定です、はい。まあ、近くには大菩薩もありますので、うんうん、ぐるっと周回もできるとか、ね、できます、うん、はい、はい、では行ってみましょう。はい、はい、ここの山も熊出没注意です、はいはい、熊は身近なものだからね、我が見たからね、うん、はい、気をつけましょう。はい、はい、では行きましょう。ゆっくり行きましょう。さあ、どんな山か楽しみですね、はい、ここの山は、うん、そうそうそう、日本一長い名前の山だって。そういいね、日本一長い山の名前から日本一高い富士山が見れるかというところだけど今日はちょっと天気怪しいね。そう ね、ちょっと梅雨の一瞬の晴れ間を狙ってきたからね。そうそうそう、 40% だからね、確率が、うん、怪しいよ。まあ、とりあえず行ってみよう。はい、はい、はい、ここに仮設のトイレね、はい、あります。仮設のトイレは、あ、すごく綺麗だね。あ、めっちゃ綺麗だね。なんか髪もあるよ、髪も想像以上の綺麗さだね。本当だ、綺麗だ綺麗だ。はい、甲州アルプスの看板があります。では甲州アルプスに向けて行きましょう。牛奥のガンガハラすり山覚えた覚えた覚えた。滑るな、結構雨上がりで、うん、いや綺麗だな。違うな。違う？何？うん、姫？なんかちょっと違う気がするな。姫ウツジ？あら、カッコウが鳴いてる。うん、やっぱさ、カッコウが鳴く森ってさ、ちょっと独特だよね。うん、里芋の葉っぱのように大きいね。昔さ、あの漫画でこういうので傘にしてるやつ。そうそう、こういうね、なあ、熊さんがいや、いい森だねこれ。ここもさ、うん、大菩薩と同じようにさ、うん、いい森なのに本当に静かな森だね。こっちは静か、うん、人いないし、多分大菩薩はものすごい人いるよね。お、激込みだろ今日。激込みだよねこの時期 ね。百名山と、うん、名前がない。ここは秀麗富岳十二景の、うん、牛奥のガンガハラすり山長い山だねえ。だけど本当に同じような隣の山だけどねえ、静かな山だねここは。ねえ、本当だよね、いいね、うん。
今日鬼山くんつけてるね。あ、そうそう、そろそろね、鬼山くんの出番かなと思って連れてきました。今んとこ今日はそんな虫系はいないけどね。大丈夫だね、うん。はい、今度は普通の砂利道に出ます。これはなんだっけかな。いや、すごい黄色い花いっぱいじゃん。綺麗、ね、おー綺麗だな。これ、これはこれはですね、あ、そっちにもある。いっぱい、ほらほら、そっちもいいんじゃない。本当だ、そっち。これはですね、うわ、エニシダだと思われます。はい、 Google レンズ、そう、 Google レンズによるとエニシダ、エニシダだね。はい、あ、綺麗綺麗。いや、綺麗だな本当に、うん。今ちょうど咲いてる感じだね。咲いてるね、うん。はい、今度アスファルトになってきました。アス道です。はい、はい、今日はいいんじゃない。服装も決まってるし、今日はですね、テンション高いんじゃない。今日、そう、今日ね、初おろしのパンツ、ああ、ノース、はい、ノースね、はい、いいじゃん、はい、履き心地とっても、履き心地どう、ストレッチが効いて、ああ、とてもいいです。いい、はいはいはい、ノースのストレッチパンツ、うん、私たちいつもは、うん、ほとんどアウトレット商品を買うことか、まあほとんどなんだけど、そうだな、うん、今回わけあって、うん、定価で買いました。はい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 、はい、だけど T ポイント使って9000円と、そうそう、すごいお得に、それすごいね、半分、ね、T ポイントってすごいな。いや、ポイントってすごいよね。すごいすごい、バカにできない ね、 ね、満開だね。ツツジが、ツツジが満開です、うん。五山道鵜飼色、もうこっち行ってみようよ。はい、では鵜飼色の方に行ってみます。何が鵜飼か分かんないけどね、うん、でもまあ行ってみよう。あ、こういう道の方が歩きやすいじゃん。そうだね、車道よりな。まっすぐ行くと車道になっちゃってるからね。車道だからな。はい、じゃあここ行きましょう。またアスファルト道歩きます。はい、危うく方向を間違えました。はい、こっちに行くと大菩薩の方に行っちゃいます。戻ってきました。はい、戻ってきて、ちょっと方向感覚が難しい山だね。難しいね、こっちいいのかな。ちゃんと地図を見ないと。一旦下る感じ。あ、ここにあるわ、ほら。あ、あったあったあった。あ、ちょっと、はい、こちらに入り口がありました。はい、ここから70分。70分だね、ネットをね、うん、ではネットを、ネットはね、ここから山道かな、はい、紐が取れてるよ、ネットね、視界よけネット通過陣ね、はいはい、紐をね、外すんだね、ここは、うん、普通ちゃんと紐、あ、そうやってやっていかないとならないんだね。そうそう、もう一回縛るんだ、これ。そう、ここ紐だから。はいはいはい、よいしょ大変だ。はい、いや、何かと思った、葉っぱの模様か。はい、行くよ、ここも階段続くよ、どこまでもね。今のところ登山者には誰も会いません。本当だ ね、 ね、こういう平らがあるというな、一瞬でも。そう、ところどころにね、ああ、平らが、平らがないと参っちゃうんだよ、この間の、うん、長ヶ岳のな。そうだね、長壁山、長壁尾根ってやって、あれ、ああ、いいね、ここ、こういうとこがあると少しな、ほっと一息ね、ほっと一息できる。登ってますよ。この角度分かりますかね。登ってますね、奥さん。登ってます。だいぶ登るね。こういう登りこそ上上で登ります。上上、ザ山だな、ここは。ザ山だねいいよ。いや、でもね、そう思っちゃダメだよ。あ、そうか。身だしなみは大事だよ。身だしなみ大事だね。そう、そう言って俺の服は何も変わらないまだいつまでもあるよって言われて何十年も前の服を着させられて、ね、最悪だよ俺。でも私はいつも言ってるよ、自分で決めなって、うん、何が、捨てれば買うけど捨てないから買わないんだから、捨てるのは自分で決めてっていう。だけど最近思うけどね、あと何年着れるってさ、もうそれ何年後っていくつって思うとさ、そう、どんどん着てどんどん捨てなきゃと思うよな。そう、断捨離、断捨離はやっぱりあの世まで全て持っていけないもんなそうな、っていうか大事にさ着ようって思ってもさ、そうそう、そのうちにその生地もダメになっちゃう。ダメだし、もう流行り流行んねえしな。そうな、そうだよね。だからお気に入りこそどんどん毎日着た方がいい。どんどん着てるってことだよね。そうそう、気に入ってるものこそ着なきゃ。そうそう、で物も銭もあの世持っていけないからね。そうだよ、ね、お迎えに来たら終わりだよ、もう
な、そうだから日一日を大事にね、魂だけはな持っていけるし生き残ると思ってるからね、身だけあの世行っちまうから、ね、お迎えに来たらそこまでだ、そこまでいろいろ楽しもうぜな、そうね、ああこういういいじゃん試練もな、楽しむんだけどやっぱり山登りは、ああ楽しいじゃん、あのきつさもあるよね、その試練がいい試練、ね、試練ってお前試す練習ってことだよね、試されてるのもあるから、でもさ1週間に1回試されちゃうじゃん、全然もう俺毎日でもいい毎日でも、もう奥さんの山嫌いがだんだん分かってきたね、嫌いじゃないよ好きだけど、うん、やっぱこの苦しさはさ、うん、山頂に行けばすごく楽しいよ、だこの苦しさがあって山頂行けんだからいいじゃん、この苦しさがさ、うん、やっぱ、うん、難しいよね、楽しいばかりじゃないじゃん、え楽しいばかりじゃない、そう俺楽しいだよ苦しいのが楽しいじゃん、苦しいのは苦しくなればなるほどさ、自分の体をどうやって使おうかとかさ、そうなんか思わない、私あんまり考えるの好きじゃないんだよねそう言われたら終わりだね、だけどね思考力がない、そう違う羊だよお前、羊羊だな、よかった、あっち行けったらリーダーは羊あっち行っちまうじゃん、人と同じことやったって金儲けできるんですよ、そうなんだけどいやこの間思ったのよ、 A ちゃんに言われて、うん、あのもうそんなの考えるのめんどくさいからいいの私はただ登ってればって、今まではそういう考え方だったの、ああだけど、ああ歩き方をちょっと変えただけで疲れないんだったらちょっと頭使ってみるかってちょっと思った、だちょっと常に思ってて常に俺のアドバイス、大きな岩があるね、うん、はいはい、すごいね、じゃあ岩が大きいかなと思った、ああパノラマ岩って、ね、なんか見えるかな、ああパノラマ岩だもんね、はい、これ望遠聞きませんが奥に大菩薩が見えます、でもはっきり見えるね、はっきり見えるねまだね、うん、霧はないし、うんね、はい、甲府の山梨県の町並みです、はい、一旦下ります、ちょっと開けた感じだったね、うん、もうすぐかな、そうもうすぐな、もうとにかく登るの文句言うだよね、山登り来てんのに、そう山登りなんだけど山歩きって言えばいいのかな、じゃあ山登りですよ、暑い、牛奥頑張る、あー暑い暑い、じゃあこんにちは、牛奥の神奈原杉山はい到着、11時5分はい到着、はい、はい到着しました、到着です、疲れた、日本一長い名前、3、はい、牛奥のガンガハラ杉山、はい、日本一長い山の名前から日本一高い富士山が見れますかと思ったら見えました、はい、見れました富士山、見れました、絶景です、はい、最高ちょっと下が変わったけど、まあ霞んでるけどいいね、うん、見れた見れた見えた、目的達成、はい、はい、50代には50代の栄養ドリンクね、久しぶりに登場したねこれ栄養ドリンク50代の、うん、米麹甘酒、はい、これいいよね、効くよね、ちょっとね今日はこれを欲してるね、はい、久しぶりに飲みましょう、どうですか、生き返る、生き返る、なんか何ヶ月ぶりかに飲んだんだけど、うん、美味しい飲む点滴だからな、うん、美味しい美味しい、小金座山ね、はい、では日本一長い名前の山の牛奥の雁ヶ原杉山から小金沢山に向かっています、ここは山梨百名山ね、はい、はい、隣の山へ行きましょう、隣の山行ってみましょう、稜線をちょっと歩こう、ちょっと下る感じかな、35分、35分、はい、山アップコースタイム35分、行ってみましょう、絨毯って感じだね、笹ロードだね、うん、ね、すごいな、古い大木だなこれ、いやいいとこだな、稜線だね、うん、右に左に、これ冬はすごく綺麗だろうな、あ歩きやすいよ、う
この辺はちょっと倒木もあって歩きづらいです。ちょっとジメッとしてる感じだな、うん、八ヶ岳って感じだ。ここはそうだ ね、ここだよ。これすごいね、ものすごい直角なあ、ね、雷だろうな、怖いの。かなり足が悪いね、ここ。雨の影響かな、ねね、さあビクトリーロードか、最後ここ最後かな、登るよ、よいしょ。なあ、あれっぽいね、うん、ああ、いや歩きやすいね、ここは、うん、比較的。小金沢山、ここにもあるのかな、こういう看板、うん、じゃあこんにちは。 ああ、倒れちゃった。小金沢山、11時50分ああ、倒れちゃったね。はい、立ち寄る、倒れちゃったな。あ、ここも修練不学じゃなんだね、これね、うん、2014、ちょっとだけ上がってきたんだね。2番山頂、あ、まだ見えてるよ、正面。ここの方が正面かな、富士、はい、ここは正面だね、うん、あんま景観ねえな、これ、うん、景観はそれほどないんです。ここになんかあるよ、そっち大菩薩行くんじゃない、違う、ここなんか看板あるじゃん。やだ、鳥獣、鳥獣看板だ、赤い山梨じゃないですか。はい、ではここで、おお、おにぎりを取りました。おお、なかなか、ここで手、こう、あれ、指差してもいいかもね。あ、いいね、いい絵だよ。これもおにぎり開いちゃったね。まあいいね、いいよ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 、いいね、奥さん、富士山見えたね。小金沢山からです、はい、動画でよ今小金沢山からです、はい、富士山、いや、いいね、いい山じゃん、富士山だんだん見えないけど山頂がね、うん、見えてます。正面に富士山を見ながらおにぎりって、いいね、幸せだね、なかなかこんなことできないね。それでいよいよ虫の季節になって、お、ガスが上がってきた、ほら、さね、そろそろもうちょっとやっぱこっち側から上がってくるな、今日は、うん、降りる方にはいいと思うけどね、こっち側ちょっとやっぱ天気崩れるよ、これね、増えてる、本当、うん、はい、では下山しましょう。じゃ帰りは滑りそうだから、そうね、はい、ここで多分気流が変わって、ほんと ね、ここまでから下はもうガスです。ただ逆側におりますので、なんとか今から行けば大丈夫じゃないかと思っております。うん、奇跡的に、本当だよ、ちょっと向こうで奇跡的に拾いました。私が見つけたよ、拾うまで気がつかなかった今、何それ、いやー、よかった。いや、あ、富士山ダメだな、あ、本当だ、ダメっぺーな、隠れちゃったね、隠れちゃったか。じゃあ、じゃあ、あ、ダメだ、富士山、あ、隠れちゃったな、さっきあったけど、あ、はい、ではそのまま下山します。ちょうどあの、何だか、何岩だっけ、あそこパノラマ岩の、パノラマ岩のちょっと上ってことだね、そう、ちょっとだけ上、そこから大菩薩湖よく見えるね、うん、はい、パノラマ石まで降りてきました、はい、パノラマ岩、はい、まで降りてきました、1時1分、はい、はい、そのまま行きます。ピストンだからね、うん、気をつけて、ここから多分急だよ、下りがね、うん、急であれだね、階段滑るんだね、滑る、そう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 、下りますね、この辺は急だね、一気に下るね、一気に急だね、気をつけてね、ね、ほら、こうクッションみたいな感じだね、うん、そう、こうなので、こう膝に来ないな、ここは、ね、来ないね、なあ、優しい、そうそう、ほら、すごくふわふわしてる、うん、ふわふわだけど、ちょっと滑る感じだね、うん、朝、
朝登るとき一瞬迷いました、うん、この網のところまで来ました。キノコのコノコ元気な子だね、うん、かわいいねこのキノコ、綺麗、ね、食べれるのかな。いやキノコだけは分かんねえな。山のキノコだけは分からないよ。分かんないな。広い道まで降りてきました。はい、あともうちょっと帰りあっちゅう間だな。帰りはね意外と早かったけど、うん、はい、仮設のトイレまで降りてきました。もうすぐです。はーい、下山ですね奥さん。はーい、戻ってきました。戻ってきました。2時2分下山です。お疲れです。前の、はい、今日は日本一長い名前の牛奥の雁ヶ原すり山に登ってきました、はい、山頂から日本一の富士山を眺めることができました、はい、はい、新緑が綺麗でとてもいいお山でした。皆さんもぜひ登ってみてはいかがでしょうか。とてもおすすめできるお山だと思いました。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。また気ままに登ります。スイカがあるなんて嬉しいね。同じことで、では先に登ります。いい、カレーです。美味しい。カレーうまいな。カレーはすごい美味しい。肉ポリポリして美味しいね。